ABCZ 河合郁人、スノーマン深澤辰哉に舐められてると感じた瞬間を暴露、明日のダウンタウンデラックス。9月28日21時から放送の秘密の県民小極&ダウンタウンデラックス合体 SP 読売テレビ日本テレビ系ダウンタウンデラックスパート2 ABCZ の河合郁人が出演。後輩のスノーマン深澤辰哉に舐められていると感じた瞬間を明かす。明日の放送は、これっておかしくないですか？秋のデトックス祭り SP と題し、ゲストが日々の疑問や鬱憤を発散させていく1時間。井口博之、ウエストランド、伊集院光、河合郁人、ABCZ、三四郎、高岡早紀、天才ピアニストがゲスト出演し、これっておかしくないですか？とダウンタウンにモヤモヤをぶつけていく。ABCZ の河合郁人は後輩であるスノーマン深澤辰哉に舐められていると感じた瞬間を打ち明ける、一緒にご飯に行こうと約束していて、断られたんですよ。